穴を抜いた後の段ボールのたくさんの丸です。割り箸、段ボールの丸、紙。まず段ボールの丸を紙の上に置いて、形を写します。2枚重ねてホッチキスで線の通りに切っていきます。こうすると切るときにずれません。これで2枚できました。同じ色でも構いません。段ボールの丸の中心になるところを見つけます。割り箸の先を少しだけ鉛筆削りで削り、糊をつけます。中心になる部分に割り箸を刺します。糊が乾くと固定されます。先ほど切った丸をこの段ボールに置き、割り箸に当たる部分に印を入れます。そしてこの丸に絵を貼ったり描いたりしていきます。鳥が網で捕まるところにしたいので、スイカ実を重ねます。先ほどの段ボールの丸に糊をつけて、印を合わせて貼り付けます。ひっくり返して印を合わせて貼り付けます。これで完成です。回してみましょう。